ヤガチャガチャンネル。本当にそれで何かあったらって考えると、またムービーか。こっちだ。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。仕事で来たりはしないの？仕事で来たりはしないの？来ないよ。ここは私有地だし。昔は父さんと来たけど、その修行だって、あの頃は掘り出すのに山を吹っ飛ばしたりしなかったから。どうだ、タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。彼女は強い、平気だよ。さあ探しに行こう。たく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。さっき私が止めてれば、それかすぐ兄さんに言えばよかったのに。気にするなって、お前のせいじゃない。うん、だけどさ。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。任せて。うん、多分。そもそも行動にはどこから入るんだろう。持ち物一覧表。あの二人別れたんだ、そりゃそうだよね。ご近所さんの一人が交際生徒を変更しました。ライリー・レイテさんは現在誰とも交際していません。あんなことがあったけど、初日に仕事ゲットできたのは良かったな。ブラック・ランタンに新しい仲間が加わった。アレックス・コラからよろしく頼むぞ。ゲームもアレックスから、少しは真面目な態度を学んでもらいたいものだな。アレックス先輩のもとで頑張ります。とてもいいことだな。これからよろしく。ああ、なるほどね。メッセージ、ダッキー、あ、アレックス、先ほど会えてとても嬉しかった。ヘイブンでの新生活を楽しんでおくれ。また会えるの楽しみにしておると。これからよろしく、ケーグ。レジナルド・マカリスター3世。なるほど。落書きされた門扉。あっちはあんたの評価なんて気にしないだろうけどね。はあ。建設車両。イーサンを見つけるまでこれに乗って遊ぶのはお預け。ヘルメット、バラバラだ。何があったんだろう。で、感謝状プレート。イーサンを助けたら私にも作ってくれるかな。地獄から我々を救ってくれたジェドルーカンを称えて。はあ。この中に閉じ込められたらやばいよね。いや、想像するのやめとこう。ここで何が？落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。でもジェドがみんな助けたんだ。ああ、それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。でタイフォンはここを閉鎖してジェドにあの店を与えた。ん？
ほう、同じだ。ここを漫画のモデルにしたってこと？なるほど。この壁みたいのはあっちの方角ってことかな。待てよ。見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。そっくりだ。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って行動が広がってる。入れないかな。漫画でもそう。だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいなんだけど、あれだ、イーさんはきっとあの小屋に行ったんだよ。すげえ。ああ、すごいな。ゲイブ、あの門を開けられるか。ああ。加工場を通り抜ける方法もあるんだけど、閉まってるんだよな。調べてみよう。そうか、イーさんはこの場所を漫画にしたんだ。近くのものを漫画と比較すれば何かわかるかもしれない。待てよ。だからこれだよね。ゾンビがここにいるってことは、ゾンビがここにいるってことは、イーさんがこの漫画通りに行動に向かったなら同じようにすれば後を追えるはず。だからこれがあって、この門扉が動くんじゃねえか。イーさんはここに入ってったの。この裏ってもしかして入り口？さあ、どうだろうな。開けよう。ああ。なあ、動くんだ。これも漫画にあった通り？電気つけてくるから、イーさんを探してくれ。なるほど。だから4ページ目から先の再現だろう。さて、イーさんはどうやって反対側に出たんだろう。階段を登っていって、だ階段がまずあって、待って。セリフ止まっちゃった。待って、アイカングラウンド。あの子は上に行ったはず。イーさんはこの階段登ってったみたい。これ動かして、で、この階段を登って、ちょっと待てよ。で、多分どっかから伝って出れるんだよな。階段登っ、あ、窓か。違うな、ベルトコンベヤ。あ、ベルトコンベヤだ。竜の背中みたいな。そういうことか。イーさんはベルトコンベアに飛び乗ったってこと？うわ、
私は他の道を探そう。ベルトコンベアを伝って小屋まで渡ったみたい。マジか。クランク、離れて。うまくいったな。うん、まさか手動だったなんてね。さすが廃墟だな。大丈夫か、アイーさん。ちょっと心配なんだが。あれ、あ、これだ。で、うわー、脱落した金属屋根とか、ランチボックス？え、なんで？お菓子とか何かいいもの入ってるかも。言えないか。冷静。で、これでさっきブレーカーの近くの扉が、それは入り口じゃんね。電話？ジェド、こっから来てるから向こう側か。カラスの死骸。うん、なんか不吉だな。プレステ4でもこれぐらいはできちゃうんだね。マットレス。地面に寝る方がマシ。まあそうなっちゃうよね。で、ここからどこに行けるかだな。こんなものまで置きっぱなしになってるなんて。で、配電盤。ずいぶんボロボロになっちゃって。ドアの閉会ボタン。でかいだけで役に立たなかったね。で、遅かったな。体が覚えてるってやつかね。余裕だった。さて、次は。そうだよね。だからそこの小屋の中から月を見たんだよね。見晴らし台から辺りを見回してモンスターの巣の入り口を見つけた。だから同じように見渡せば。あれだ、きっとあそこだよ。谷の方が。くそ、急ごう。となあ、実況してるの忘れるわ。 E さんが心配。頼むよ、変なことになんないでよ。この辺か。ああ、 E さん、どこだ？イーサン！ん？いた！助けてやるからな。いや、
ちょっと待て。大丈夫かこれ。平気か。心配いらないからな。待ってろよ。ダメ。絶対来ないで。恐怖が溢れ出してる。近づけば私も。ダメだ。俺たちじゃ多すぎる。そうだよね。私が行く。本気か？前を教えたビレのやり方は覚えてるか？よし、頼む。平気？これどれが正解なんだろう。怖いかも。無理もないな。じゃあちょっと深呼吸しようか。よし、落ち着いていけばうまくいくさ。なあ、こっちを見てくれないか。これからこのロープを君に巻く。ゲイブにもつながってるやつだ。あの切り株を支点にして体を支える。いい？分かった。よし、さすがアレックスだ。それと覚えておいて、ゆっくり進むのが成功への近道だ。頼んだよ。任せて。安心して、イーサン。頼むぞ。いいぞ、アレックス。あともう少しだ。大丈夫。ねえ、ほら、助けに来たよ。ダメ、来ないで。やば、このままじゃ無理。まずはイーサンを落ち着かせないと。だから深呼吸して。こんなとこ来なきゃよかった。僕には無理だったんだ。うん、分かった。少し整理しよっか。どうやってここに来たの？この木の上を歩いてたらそれが落ちて。そっか。だけど今度は落ちたりしないよ。兄さんがね、ロープの端を持ってくれてるから。でも、この場所から出たりしたら絶対に落ちないから。そうじゃない。そうじゃないってどういうこと？落ち着かせないと。どういうこと？早く向こうに戻ろう。ここはできないよ。あいつに見つかりたくない。何に見つかるの？どうせわかんないよ。うん、わかんない。分かってる理由を理解できれば説得できるかもしれないけど、そうするにはこの子の感情に触れるしか方法が。ああ、もうなんでこんなことに。
丈夫。やってみせる。やだやだ、何これ。喋れねえ、喋れねえ。どういうこと？一体どうなってるの？まさかイーサンには世界がこう見えてるってこと？クマ？モンスターを退治するつもりだったのに、僕の方がやられそう。やっぱり感情だけじゃなくて世界の見え方まで共有してるんだ。持ってきたのに一つも役に立たないなんて、漫画のヒーローなら、でも漫画と現実は違うわ。そうか、落ちるのが怖いんじゃない。この子が本当に怖がってるの。見つかりたくない。そんなはずないのに。ああ、もう本当にいるみたい。ねえ、私も分かったよ。あそこにモンスターがいる。マジで怖いよね。でも平気。私ね、だから透過の腕は知ってるでしょ。聞くんだな、ここに来て。本当にあったんだ。うわ、モンスターだっているし、これだって本当だよ。ほら、手を握って。これなら見つからないでしょ。頑張れイーサン。よし、しっかり握ってね。下は見ちゃダメだよ。行くぞ。ロープを緩めるな。ここからだ。よし、ゆっくり行こう。上を見る。よし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 。大丈夫？なんか傾いてる感じしてるよ。大丈夫？やめよう。 1話で命の危険はやめよう。わあ、もうこのじれったさが怖い。もうちょっと、もうちょっといいぞ、あと少し。よし、もう大丈夫だ。よかった、よかった。
ちょっと待って。あ、そうだ、マジで？マジで？これあれだよね、このパーセンテージは多分先行プレイヤーたちのパーセンテージだよね。だから E さんの話した喧嘩の理由も話した、ゲームの力の話した 70%、橋でゲームとハグしたら 96%、 面接で 69%、 ノーム人形にサングラスかけるよな、昔からゲームはお調子者だったと話した、ほうきでエアギターをした、アレックスに探した形跡を見つけた、で新生活についてはまだわからないとシャーロットに話した、接客の経験がないとジェドに言った、ギターをもらって嬉しかったとゲームに伝えた、ジェドに仕事ぶりを褒められた、ジュークボックスゲームでステフが負けた、ライリーとマックが別れた、ダッキーにウイスキーを渡した。いや、これがですね、Life is Strange True Colors のエピソード1ってことですね。いや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 、これはだから多分これってやったら続きからになるんだと思うんだよね。そうだね。いや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 、ちょっとびっくりだったな、衝撃展開だったな。いやで、いうわけでですね、まあちょっと今これ多分録画時間が合計で3時間ちょっとなので、おそらく公開解禁日の18日から18、19、20、21、22、23、24っていう感じで7日連続で配信があったと思うんですね。おそらくこれまだ編集してないんでわかんないんですけど、で明日からは要は言ってしまうと、そのなんでしょう、ここまではね、逆に言うならば発売日前までの間にエピソード1のね、予習ができたので、明日からはエピソード2やっていきたいと思っております次第でございます。というわけでね、ちょっと途中ね、何度かね、なんか Go to Next みたいな感じでちょっと挨拶ができない時間が続きましたが、あとアルカノイド会がきっとあったんでしょうね、本当にすみませんでした。というわけでございまして、そんなところでございますが、また次回ですね、一緒にこちらの Life is Strange True Colors の世界、まだまだ見ていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと、ヤガミハヤテがご案内しました。ではまた次回動画でお会いしましょう。というわけで、See you next time, stay tuned! バイバイ!